イエーワーワッシャイタカラベです。イエーラビビロへようこそ。そうなんですけど、ラビビロじゃない、ラビビロじゃない、ラベさん来た。愛して愛して、ただ伝えたいだけなんだ。さて皆様、お久しぶりでございます。ラベさんちへようこそな感じなんですけれども、今週の金曜日に開催されるラベズキッチンだな。自分の企画の名前ちょっと今ぶっ飛んどったな。ラベズキッチンのですね、初ランチ会があるんですよ。で、それをですね、メニューが2つちょっと考えたので、皆様にちょっとお伝えしようかなと思っております。まあ、今回来れなかったよっていう人はですね、まあ、これを見て次回、来ていただけたらなと思います。今回のですね、ラベズキッチンはメニューを2つ用意しております。 A ランチと B ランチですね。で、この A ランチ B ランチどっちかを選んでいただくと。で、それをまあ、今日が何日だ、9日なので、まあ、11日の朝ぐらいまでに、タカラベ .official@gmail.com にですね、連絡いただけたら嬉しいなって思うんですよ。じゃあ早速、伝えます。 A ランチ、まず A ランチはですね、タコライスでございます。こちらあのお肉を全く使っておりません。うん、でも野菜 のあの歯ごたえみたいなのが楽しめる、やつでございます。こちらを、A ランチにします。結構美味しいのでぜひ食べてみてください。 B ランチはこちら、ドドン、パスタですね。ちょっと最初お米にしようかなって思ってたんですけど、 A も B もお米にしようかなと思ったんですけど、もう片方はもう麺の方がいいかなと思ってこれにしました。なのでこの2つどちらかをですね、選択していただいて僕に連絡ください。誰々ですと、ランチラベズキッチンのランチ行きますと、 A ランチがいいです、 B ランチがいいです、お願いしますみたいなっていう感じで、 A か B か教えてくれたら僕はもうそれで結構でございますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回のね、まあラベツキッチンは本当になんかお試しですね。今回のやつがうまくいけば、ちょっと次回またやろうかなと思います。まあ、でもちょっとね、安くしすぎた感はあるんだよね。もし次やるとしたらちょっと値段上がる可能性もあるんですけども、それはご了承していただけたら。それでも当日にみんな聞いて、いやまたやってほしいってなるんやったら、ちょっとね考えていこうかなと思っております。他にもなんかこんなイベントとかをですね、なんか地方だったりとかもできたらいいなと思ったりはするんですけど、なかなかね、そのキッチンを使わせてくれるところもないし、だから知り合いのところになってくると思うので、まあできたとしてもまあ福岡とか、わかんない、マジで全然わかんない。できる可能性があるとしたら、今のところできる可能性があるとしたら福岡とかかなって思ったりとかするぐらいだな。まあそのこれ違うから、あの期待させるようなことを言ってるわけじゃなくて、っていうかけど期待してもらったら困るかな、あのできるとしたらね。でもやっぱり今のところの歌い人カフェが結構多いと思うので、まあ、今後やっていくとしたら、そうですね、まだ1回目終わってないのにこんなこと言っても仕方ないんですけど、あとはまあ松戸前のあのキス TV の店長にお願いしたら、楽しい、おーやろうやろうよって言ってくれそうな気はするから、千葉か神奈川っていう感じになっちゃうと思うんですけど、まあそれは今回が成功したらちょっと皆様に第2弾作れるかもしれませんよっていうことが言えるかもしれないので、すごい日本語言ってんな、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、本日の動画は以上でございます。皆様今日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイサナーザイジャンアディオスバイバーイ。ラベさんち増やさないとね、チャンネル登録者数5万人だっけ5万人だっけ3万人だっけあれ覚えてないけど、目指してんだからちゃんとやります。じゃあね。